こちらの延長句伝物は現代では不適切な表現がありますが作品を尊重して読みますことをお断りいたします仇討ち札書の霊言第九石十二郎が二階に上がってきておてると三平は打たれる覚悟でいました引き続きましてお聞きに入れますが世の中に腹を立ちますほど 誠に人の身のの身害になりまますものはございませんことにこのカッと怒りますと毛穴が開いて風邪をひくとお医者が申しますがどういうわけかまたごく笑うのも毒だと申しますまた泣き入って倒れてしまうように憔悴いたすのも養生に害があると申しますが入刀いたしましても 水落ちまで入って肩は濡らしてならん。物を食ってから入刀してはならん。年中水を浴びているがよい。と申しますが、嫌なことをしのぶのも慣れるとさのみつらいものではござりません。何事も人い致すのはごく身の薬なれども、官人のい致しがたいことは、女房が真男をこしらえまして、亭主をだましおわせて、 脇で合い引きすることが知れた時は腹を立た,たぬ者は千人に一人もございません。武田十次郎は中根の家へ養子に来てからおるが一つねをしないのは何か訳があろうと考えを起こしておりますところへ家来伝助がこれこれと証拠の文を見せたから常と違ってふらちしごくなやつ さあ案内しろという。伝助もとんだことを言ったと思っても今更ら仕方がありません。十二郎は団子屋のお金の家へ裏口から入った時はお金は驚きましてお金どうか私が悪いからお嬢様をお助けなすってください。と袖にすがるを振り切って トトントンとひっさげ刀で二階へ上がりました時に城島三平もおてるもただびっくりいたしてよもや十二郎が来ようとは思わぬから膝にもたれかかって心配して「どういたそういっそのこと2人ともに死んでしまおうか」と言っているところへ夫が来たので左右へ離れてぴったり畳へ頭をすりつけて 三平おきんお金はこれはもうきっと着ると思いこわごわながら上がってきておきんどうぞご勘弁なすってくださいお願いでございます十次郎まあまあ静かにいたせそう騒いではいかん世間で何事かと思われるええ何も騒ぐことはない これさおてるお前、なぜそんなに驚きなさる。わしが来たので、畳へ、頭をすりつけ、頭をあげえぬが、なんと心得て、さように恐れているのか。どうも、なんともとんと、わしにはわかりません。三平殿、それでは誠に、ご挨拶もできんから、頭をあげてください。金、静かにいたして、 下の締まりを良くしておくが良いぞ。よう俗でも入るといかん。お金。はい、誠にどうも何ともお詫びの致し方もございません。お嬢様が何も私が旧来奉公を致し、他に行くところもないから、金や家を貸せとおっしゃったわけでもございません。世間水でいらっしゃいますから、 人の目づまにかかってはなりませんと、私がお呼び申したのが初めで、どうぞどうぞご勘弁なすって。十二郎、これさ、静かにしろよ。なんだかわかりませんが、それじゃあ何か、差し向かいでいるところへわしが上がってきたから、三平殿と不義いたずらでもしていると心得て、わしが立腹してこれへ上がってきたゆえ、 差し迎えでいた上からは申し訳はとても立たんさあすまぬことをしたというのでさように驚きましたかさようかそうだろうそうでなければそう驚くわけはないまことに金貴様は迷惑だ能三平の役こそ低いが意義正しきそのもとがなかなか常の心がけと申し 貧困もよろしく、乳は温順な人で、人の女房と不義などを、うん、なあ、するような、さような、非に非道のことをいたす人でない、なあ、が差し向かいでおったが、誤りであった、何女7歳にして、席を同じうせずで、申し訳が立たんと心得て、三平殿も恐れ入っておられる様子、 てるもまたすまぬどう言い訳しても身の明かりはたつまいふぎと言われてもしかたがない身に覚えはないけれどもこれに二人でいたのが誤り残念なことと心得てそのように泣き言っていることか何ともまことに気の毒なとんだところへわしが上がってきたのそういうわけは決してないのおきんはい はい決してそれはそういうあのそんなどうもわけでございませんから10席十次郎はおるが兄禅野進の仇を取るために三平にお願いしていたという話を作ります十次郎だからのわしが養子に来ん前からるの心がけは実に関心 言わず語らず自然と知れますな。と申すは昨年下月3日にお兄様は何者とも知れず殺害されいかにも残念と心得ご両親は老体なり武士の家に生まれ女ながらも仇を打たぬということはないと心がけてもどうも相手は立派な侍であり女の細腕では打つことならず。 誰を助太刀に頼もう親切な人はないかと思うところへ近しく出入りをいたす三平殿ことに神底も正しく真実な人と見込んだから兄の仇討ちに出立したいと助太刀を頼んだのであろうが三平殿はわしにはそうはいかん御用子前の大切な娘子を わしが若いみそらで女を連れて行くわけにはいかん、両親の頼みがなければいかん、などと申されて、とてもお持ちがないのを、やむを得ず助立ちをしてくださいと、テルが再度木工に頼んだは、実に既読なことで、頼まれてもまさか女を連れて行くわけにもいかず、こちらはひたすら頼むという、これはどうも、 三平殿も実に困ったわけだが、わしが改めてお頼み申すわけではないが、三平殿、中根善禅之進殿を撃ったは、水氏又一とわしは考える。かの日蓄電して行方知れず、落書きだらけの扇が禅之進殿の死骸のそばに落ちてあったが、その扇は部屋で又一が持っていたことを、 わしは承知しておるから、仇はわしの考えでは、またいちに相違なし。お国表へ立ち回る、ああいう悪い心なやつ。ことに腕前がよろしいから、どんなことをしでかすかもしれん。ゆえに、わしが改めて気候に頼むは、どうか恩密になって、お国表へ参って気候が、 どうかまたを取り押さえ「てくれんかるお前はどこまでもまたいちを訪ねてうたんければならんがわしから三平殿に一緒に行ってくださいとはどうも養子に来て間もなし頼むわけには表向きいかんからお前は夫様おっか様への申し訳に私も武士の家へ生まれ女ながらも 敵討ちをいたしたいゆえ池の旗の弁天様へ兄の仇を討たぬうちは決して亭主を持ちませんと命にかけての心眼であるところへ立って養子をしろとおっしゃるから養子をしたが十次郎とは未だ一つねをいたしませんのはこれまで私が思い立ったことを果たさずばどうも私が心にすみません。 神に誓ったこともあり、あだうちに出立いたす不幸の段は、どのようにもお詫びいたす。ぶさたで家でいたす十十不落は、お許しくださいと、文面はわしが教えるから、わしの言う通りに書きなさい。また、三平殿は、貴公に共に行ってくださいとは言われないが、三平殿は国表へ参って、 彼を取り調べ助立ちをしておてるがあだ討ちをして帰る時貴公も共にそのところへ行き合わし幸い助立ちして本意をとげさしと言ってお帰りになれば貴公の家はどうか潰さぬようにいたそう」。「十二郎刀にかけてもいたすから二人へ改めて頼むわけにはいかんが」。 そうしてあだを打たせて望みをかなえてやってください。お前は奉公したことがないからお父様おっか様にわがままを言うが三平殿は親切なれども長旅のこと。わがままなことを言って三平殿に見捨てられんように仲よう。何さもし捨てられてはあだは打てずまたこれから先は長い旅。 水も変わり、陽気も違うから、つまらんものを食して、腹を痛めんようにしなさい。そうじゃないか、何でも身を大切にして、帰ってきてくれんければ困りますぞ。たとえ、ああはおっしゃるが、二人でいたから、三通とおぼしめすに違いない。三通も線にそうは思われては残念と、刃物三枚でもすると、 夫様おっかさまになおさらすみませんぞよ。必ずとも道中にて悪いものを食して腹に当たらんようにしなさるがよい。のうおてる。と五つきになるおてるの身重の腹を重次郎は持っております扇でそっと疲れた時は「はあ」とおてるはありがた涙に 思わずも声が出て泣き伏しました。第十一席、十二郎の意外な計らいに、二人はただ従うのみです。三平も面目なく、三平、なんとも申し訳はござらん。重々不埒至極なこと、拙者。十二郎、いや、少しも不埒なことはござらん。 国表においてた一がどんなことをするかしれん万一重役を欺き大事は生司より起こる例えの通りで捨ておかれん夫様おっか様へも書き置きをしたためるがよいすずり箱を持ってきなお金はいすずり箱を早くはいなんだこれはかつお節箱だわはい とようやくすずり箱を取り寄せて紙筆を取らせましてもおてるは紙の上に涙をポロポロこぼしますから墨がにじみ幾度も書き損ないようよう十二郎の言うままに書き終わり封を固くいたしました十二郎これはわしがおっかさまのいつも大切に遊ばすあの手箱の中へ入れておく。 金、どうも長い間、たびたびテルが来て、お前のうちでも迷惑だろう。主人の娘が貸してくれというものを、できんとは義理継ぐでいかんし、親切に世話をしてくれてかたじけない。多分に礼をしたいが、帰りがけであるからの。これはまことに心ばかりだが、世話になった恩を謝するから。お金。 どういたしまして。私がそれをいただいてはすみません。どうか、それだけは。いいや、その代わり頼みがあるが、今日わしが来て、テルト三平殿に頼んで、旅立ちをさせたことは、これほども口外してくれては困る。少しも言ってはならんよ。口外して、他から知れれば、お前より他に知るものはないから、 よんどころなくおまえを手にかけて殺さんければならんよ。はいはいどういたしまして申しません。じゃあよろしい。さあ三平殿テル早く表へ出なさい。よろしいから先に立って出なさい。二人は何事もただありがたいと面目ないで前後不覚のようになって。 十二郎の言うままに表へ出にかかる。台所口の腰障子を開け。大きに厄介になった。さあ心配しなくてもよい。出なさい。おてる。はい。金や。長々お世話になりました。それじゃあすぐに遠い田舎へいらっしゃいますか。親切にああおっしゃってくださるから。 本当に仇を打っておいでなさいよ。誠に面目次第もございません。十次郎、口を聞いてはいかん。さあさあ、と二人を連れて出ると、伝助は提灯を持って路地に待っておりまして。伝助、誠にどうもよくご勘弁なすって。これ静かにいたせ。 両人を手打ちにいたし他を騒がしてはよろしくないから「へえ」人知れぬところへ行って両人とも討ち果たすからたもとを押さえて逃がさんように「へえへえよろしゅう」これ提灯をこしえさせ「へえ」と両人のたもとを押さえて十次郎に従って 池の旗弁天通りから穴の稲荷の前へ参りますと、十次郎、これこれ、もう往来も途切れたな。伝助<介>、へえ、どうぞご勘弁のできますことなれば願いと私は、こういうことは心得ませんで。静かにいたせ。照三平、 ふらちしごくなやつ。かねて覚悟であろう。それへ直れ。と言いながら、すらりっと長いのを抜きましたから、二人は、ああは言って出たが、これで手打ちにされることかと覚悟をして、両手を合わせ首を伸ばしている。十二郎。女からまず先へ切らなければならん。伝助。 広小路の方から人がケやしないか?」。「いいえ」と伺う伝助のすこうべをスポンと抜き打ちにしましたが伝助はいい面の皮。十二郎ああいや驚かんでもよろしい主人のことをあることないことを告げ口をいたす伝助家に害をなすやつ。 このところで切り殺せば、誰も知るものはない。試し切りに何かにあったのだろうで済んでしまう。と、小菊の紙を出して、のりを拭い、鞘に納め、あり合わせの金子を出して、十次郎。多分に持参すればよかったが、今まで心得なかったゆえ、ほんの持ち合わせで二十金ある。露銀の足しにもなるまいが、 これでお前があだを打って帰ってくれんではわしが一生不幸者で終わらんければならん。お前の家も耐えてはならん。テるも実に道に背いた女と言われるもお前の心一つであるぞよ。わがままものだがどうぞ面倒を見てくださるようにお頼み申すぞ。三平ああかたじけのうござる。 と十次郎の心停何とも申しようもございませんからもらいましたロギンをいただきます。十次郎達者で行ってまいれよとチャラチャラせったばきで行くのを二人は両手を合わせて泣きながら見送ります。十次郎は深い両見があることでそのまま屋敷へ帰りましたが二人はどうしても あだをたんでは変えられませんこれからあたうち出発に愛なりますがちょっと一息つきまして第十二席へ続く